中日、ヤクルトに勝利しカード勝ち越し。宇佐美ビシエド高谷村松。うおー。中軸がようやっとる。くたー。宇佐美ヒロインでもよかったが、やはり新之助中井塚様々や。6月と7月の差がやばすぎる。若手を我慢することはやっぱ大事だな。村松センターにA打球飛ばせてたし、復調なら嬉しいわ。乗り越えてくれ。明日試合なくて、当日月と試合なんやな。オールスターと祝日ある関係やな。そもそもなんでここ最近オールスターが土平日開催なのかようわからんが。巨人戦あたりから微妙に強くなったな中日。立浪の言うことを選手が理解し始めたのか。宇佐美トレードって成功だったんやな。ビシエドがもう少し良くなれば良い打線になるな。割と打つ方はなんとかなってるよな最近。ヤクルトより強いやん。ファッション暗黒。若手が伸び伸びやれればなんでもええ。最下位だろうが5位だろうが。左の強打がある強打者が一人おるだけでもだいぶ違うなやっぱ。本来なら周平がやらんとあかんかったんやが。中日って生え抜きの打者は微妙だけど、外から持ってくると活躍するな。さらにトレードで野手を取ってきてほしい。大島の真似やなくて、宇佐美の真似した方がええわ左打者は。今年は1位2位で即戦力先発投手と左の強打者頼むわ。先発と強打者は上位やないと通用しにくいから大事。